猫パラキャットボーイズパラダイス。ん？お前は厨房がいいのか？それなら俺も手伝おう。では、誠司さんとあなたは厨房、私たちは接客を担当しましょう。さっきのお客さんは僕が対応するね。いらっしゃいませ。お席にご案内します。反則効果が出ていますね。忙しくなると思いますが頑張りましょう。よし、俺たちは厨房に行くぞ。オーダー入ったよ。一番席フルーツパフェ。お前が作ってみたいんだな。じゃあ任せる。オーダー入りました。7番席アイスコーヒー1です。俺に任せろ。お前はそっちに集中してくれ。できたか？おお、うまそうなパフェだ。これは味見したくなるな。ああ、自己紹介で言ったように、俺は甘いものが好きなんだ。よく見た目に似合わないって言われるけどな。そんなことはない。ありがとう、嬉しいぞ。ん？そっちにあるパフェは失敗作だから、よかったら味見していいって？そうか、アイスを盛りすぎて崩れてしまったんだな。そういうことならもらうぞ。うん、うまい。お前も食べてみろ。あーん。遠慮すんな。ここには俺とお前しか。ああ、前にも同じことを言ったな。それで逃げられて。もしかして見られるのが恥ずかしいってだけじゃないのか？お前の歳であーんされるのは恥ずかしい。そういうものか。ん？俺がお前を甘やかす理由？俺にとって妹みたいなものだからだな。あ、いや、妹はいないぞ。お前を見てると妹がいたらこんな感じなんだろうなという気持ちになるんだ。迷惑なら気をつけるが、もしそうじゃないなら甘やかさせてくれると嬉しい。そうか、慣れないだけで迷惑じゃないんだな。よしよし。やっぱり慣れないのか、居心地悪そうだな。髪の毛がサラサラだ。指通りがいいし、枝毛もない。しっかり手入れしている証拠だな。ねえねえ、フルーツパフェまだ？あ、誠司さんたち何してるの？見ての通り、この子の頭を撫でてるぞ。どういう流れでそんなことに？誠司さんに甘えてほしいって言われてオッケーしたんだ。誠司さん嬉しそうだね。やっぱり猫だもん。僕は撫でるより撫でられる方が好き。何をしているんですか？あ、フェンネルさん、これは。ご心配なく、ディル君に怒っているわけではありません。誠司さん、それにあなたも仕事をしないで何をしているんですか？彼女の頭を。そういうことではありません。怠けているようなら接客と代わってもらいますよ。すまん、俺が悪いんだ。この子を責めないでくれ。止めなかった自分にも責任がある？あ、いや、そもそも甘やかさせてほしいと言った俺が。
言い分は分かりました。それより注文の品はできていますか？バッチリ。お、ああ、放置していたせいでアイスが溶けてドロドロに。はあ、お客様にお出しするわけにはいきませんね。責任を持って作り直す。作り直しの手伝いをするし、作業も中断しない。わかりました。あなたたちの言葉を信じましょう。お客さんにはうまくフォローしておくね。迷惑をかけてすまん。こちらのハムサンドとホットコーヒーも早めにお願いします。わかった。よし、作り直すか。ありがとうございました。またお越しください。どうした？疲れたのか？うん、ひっきりなしにお客さんが来て休めなかったからね。でも初日でこれだけ繁盛したのってすごいんじゃない？はい、好調な滑り出しです。フェンネルさん、君もお疲れ様。ぐったりしてるな。疲れてんなら休んでていいぞ。あとは俺に任せろ。甘やかさないでください。へえ、フェンネルさんの指導は厳しいけどためになったんだ。彼女にはオーナーとしての接客はもちろん、厨房仕事もこなしていただかなければなりません。ああ、だから途中で俺と変わったのか。あなたはまだまだ未熟ですが、見込みはあります。何より、頑張ろうという気概はこれからも持ち続けてください。良い返事です。オーナーの仕事は他に雑用も含まれます。閉店では、外の清掃はあなたに任せます。俺も手伝っていいか？そうですね。看板をしまうのは重労働ですし、お願いします。お、ドーリエさん。まあまあ、ローリエさん接客を頑張ってたもん。寝かせてあげようよ。そうそう、ディル、もっと言ってやれ。寝たふりはやめてください。ローリエさんはテーブル拭き、私は店内清掃、ディル君は厨房の清掃ですね。なんでお前と一緒なんだ。あなたがサボらないか見張るためですよ。信用がないな。まあ、ちょうどいいのがあった。あ、それは私のハンカチです。あ、精が出てるな。あ、フェンネルに頼んで俺も外掃除にしてもらったんだ。よいしょっと。うん、全然重くないな。これくらい片手で持てる。すごくはないぞ。だが、褒めてくれてありがとう。中が騒がしいな。もしかして、ネズミでも出たのか？ネズミ。おっと、すまん。つい猫の狩猟本能が出てしまった。猫は獲物をじっと凝視して素早く飛びかかるんだ。そうだな、例えば、しょっ、こんな風にな。食べる？いやいや、このまま話すぞ。さあ飛んでいけ。ん？素早くて蝶を捕まえたのがわからなかった？
猫は運動神経がいいから相手に動きを悟らせないんだ。あと俺の猫種も関係してるかもな。俺はベンガルだぞ。やっぱり俺を見た時からそうじゃないかと思ってたんだな。確かにベンガルは小さなヒョウと呼ばれてるぞ。俺たちが手伝いに来ると聞いていろんな猫種を調べておいたのか。うん？俺は小さくないから大きなヒョウだってそうだな。これでも子猫の時は小さくて可愛かったんだけどな。すくすく成長して今じゃこんなに大きくなった。よく寝てよく食べるといいってことだな。掃除は終わりましたか？すまん、おしゃべりしてて全然終わってないな。それより騒がしかったが何かあったのか？いろいろありまして、話があるのでなるべく早めに終わらせてくださいね。話ってなんだろう。そうだな、早めに終わらせればわかることだ。よし、集中して片付けるぞ。掃除が終わったぞ。お疲れ様です。こちらもちょうど終わったところですよ。それで話っていうのは？はい、明日はお店を臨時休業にして看板メニューを披露してもらいます。看板メニュー？彼女の反則、皆さんの働きで多くのお客様にご来店いただきました。まだオープンしたばかりですし、通常であれば看板メニュー開発は後回しで構わないので、皆さんこの近くに新しい店がオープンするのは知っていますか？え？全然知らない。俺も知らないな。右に同じだ。うん、あなたも知らないのですね。フェンネルさんはどうして知ってるの？お客様から聞いて知りました。どうやら明日その店がオープンするようです。競合店と差別化するためにはこの店独自の商品が必要になります。ああ、サンドイッチやパスタなら他の店でも食べられるもんね。補足すると、そちらでも構いません。他の店にはない、ここでしか食べられない味、自信を持って他店と比較できるメニューが欲しいのです。金腕でしか食べられない味、難しいな。働いて疲れてるのに頭を使ったらより疲れるな。ダメ、全然思いつかない。ローリエさん、一緒に考えて。やったー、よろしくね、ローリエさん。よかったら一緒に考えないか？よし、決まりだ。キングワン独自のメニューか。ああ、すぐには思いつかないな。ヒントになるものがないかスマホで検索してみよう。お、スマホを羽織のポケットに入れたんだが見つからないんだ。多分店に置いてきたんだな。探してくるからここで待っててくれ。すみません、実は道に迷ってしまって。駅までの道を教えてもらえませんか？この道をまっすぐ行ってあの信号機を右に曲がるんですね。そのまま歩いていくとまた信号機があるので
今度は左に曲がって歩いていけば駅が見えてく。ああ、道は分かったんですけど。お姉さん、時間ありますか？よかったら駅の喫茶店でお茶でもどうかなって。あなたに声をかけたのも可愛い子だって思ったからで。あ、すみません、ナンパみたいな真似して。そうですよね、いきなりこんなこと言われて迷惑だと思います。彼女に用があるなら俺が聞くぞ。失礼ですが、あなたは？この子の保護者だ。あ、いや、実際は彼女が俺たちの保護者みたいなものだが。大事な子って言えば伝わるか？大事…あ、じゃあ、あなたは彼女の…彼氏持ちだったのか。それなら仕方ないな。申し訳ない。お前もそれでいいか？この子もいいって言ってるし、話はここまでだ。ああ、最後に一つだけ。女の子にしつこくするのはダメだぞ。あ、はい、以後気をつけます。助けてくれてありがとう。礼はいい。怖い思いをさせて悪かったな。大丈夫大丈夫、もう心配いらないぞ。さあ、うちに帰ろう。どうした？お前も忘れ物したのか？お、なんで逃げるんだ？俺は何もしないぞ。抱きしめた？ああ、確かにいきなりはびっくりするよな。よし、次は宣言してから抱きしめるぞ。それもドキドキして困る？俺みたいにでかい猫に抱きしめられたらそうなるかもな。スマホ？ああ、やっぱり店に置き忘れてたぞ。よく考えたら歩きスマホは良くないな。調べるのは家に帰ってからにしよう。俺だ、入っていいか？お邪魔するぞ。どこに座ればいいんだ？そこのソファ。わかった。狭くないか？それならいいんだ。あれから看板メニューについてスマホで調べたんだが、店のコンセプトやネーミングも大事みたいだぞ。まあ、ネーミングは作るメニューが決まってからだな。コンセプトか。そういえば、金運のコンセプトは何なんだ？金運が太陽の異名だから、太陽のように暖かく、居心地の良い時間をお客さんに提供する。それがコンセプトなんだな。太陽のようなメニュー、ミートスパゲッティ、名付けて太陽のミートスパゲッティだ。どのあたりが太陽なのかって？ほら、ミートスパゲッティは見た目が赤いから太陽。ミートスパゲッティはどこの喫茶店にもあるし、名前だけ太陽にするのはインパクトに欠ける。確かにミートソースが金烏庵独自なら看板メニューにできるが、どこにでもあるソースならそうとは言えないな。振り出しに戻ってしまった。ひとまず自分がどんなものを食べたいかで考えてみないかって？俺は焼き魚が食べたいぞ。まあ喫茶店には合わないし難しいだろうが。お前はどうだ？おじいちゃんが作ったフィッシュサンドが食べたい。ほう、お前の祖父作のフィッシュサンドはどの店よりうまかったのか。あ、
お前がフィッシュサンドを作ればいい。お前ならできる。心配するな。それにフィッシュサンドなら俺も手伝える。魚は焼いたり揚げるのも得意なんだ。うまい白身魚のフライを作ってやるぞ。ああ、大船に乗ったつもりで任せてくれ。さて、部屋に戻るか。ん？おもてなしもせず返すのは申し訳ない。好きな飲み物は日本茶だな。茶葉にこだわりはないぞ。緑茶、玄米茶、ほうじ茶、何でも好きだ。いや、入れるなら俺が。わかった、そこまで言うならお前に任せる。うまい。これでどら焼きがあれば最高だな。もう歯を磨いたからな。どら焼きはまたの機会だ。ごちそうさまでした。明日よろしくな。皆さん、おはようございます。おはよう。おはよう。おはよう。ローリエさん眠そうだね。昨日は遅くにセージが来たからな。へえ、ローリエさんとセージさんって仲良しなんだね。ん？俺はローリエの部屋に行った覚えはないぞ。はあ、俺じゃなくてこいつの部屋だ。え？彼女の部屋に集まったの？しかも夜遅くに？それが事実なら彼女にも話を聞かなければなりませんね。うん、セージさんとは看板メニューを何にするか話し合っていたのですね。ローリエさんはベッドで寝ていたので起こしたけど起きなかった。それで仕方なく一緒に寝たと。寝床なんだから寝るのは当たり前だろう。そういえば初日からそうだったよね。事情は分かりました。ローリエさんは今日から自分の部屋のベッドで寝るように。いいですね。よろしい。それでは本題に入りましょう。これから皆さんに看板メニューを作ってもらい、出来上がったら私が採点します。味、調理時間、なぜその料理にしたのか、看板メニューとして売りに出せると判断できたら、そちらを明日からメニューに。僕たちの考えた料理がメニューになるって思うとドキドキしちゃうね。僕たちはオムライスドリアにしたんだ。君たちは？フィッシュサンドか。美味しそうだね。どちらの料理も選ばれるといいな。うん、お互い頑張ろう。昨日言った通り、俺がフライを担当するぞ。わかった、お前はタルタルソースを作ってくれ。僕たちはどうしよっか。俺がホワイトソース担当だ。じゃあ僕はオムレツとチキンライスを作るね。よし、きつね色になったな。うんうん、いい感じだ。ローリエさん、ホワイトソースはでき…ストップ！待って待って、ホワイトソースを作るのになんで酢を入れようとしたの？ディル、俺たちは金烏庵でしか食べられないものを作ろうとしているな。うん、オムライスだけ、ドリアだけなら他の喫茶店でも見るけど、
オムライスドリアっていうのはあんまり見かけないし、でも全くないわけじゃないから味で勝負しようって話になったのは覚えてるよ。だけどそれと酢を入れようとしたことに何の関係性もないよね。いや、ある。普通のホワイトソースを作ったんじゃ他の店と一緒だ。俺たち独自のソースを作る必要がある。ああ！酢をたっぷり入れて、隠し味に唐辛子を混ぜて、チーズを振りかければ完成だ。ディル、もうチキンライスとオムレツはできてるか？その上にこれを乗せてくれ。ダメダメ、そんなの乗せたら大惨事だからね。あ、こっちはちょっと難航してるよ。俺の作ったホワイトソース、味見してみるか？ダメだってば。え、見た目は美味しそうに見えるし、味見して大丈夫じゃないかって？そうなんだよね、見た目だけなら普通のホワイトソースなんだけど、酢をドバドバ入れるところや唐辛子を混ぜるのを見ちゃうと、うん、ホワイトソースに入れるものじゃないよね。あ、君の方はどう？順調？タルタルソースが出来上がったところなんだ。うん、味見したい。うん、おいしい。これ単品でもいけちゃうかも。サンドイッチに挟んで食べてもいいな。にぎやかだな。ん？なあ、白身魚のフライが上がったところだ。タルタルソースも完成してるのか。パンの内側にバターを塗ってフライをのせる。タルタルソースをかけてパンで挟む。完成だ。見た目バッチリだし味も美味しそう。ローリエさん食べたそうにしてるね。あ、サンドイッチが好物で猫なら魚も好物だから。魚といえばディルは大丈夫か？生魚が苦手なんだろう。うん、でも生じゃないなら大丈夫。あ、そうだね、食べやすいよう4等分するといいかも。うん、タルタルソースが濃厚でこれだけで食が進むな。おいしい！いくらでも食べられちゃうよ！料理はできましたか？あ、フィッシュサンドが完成したところだ。うん、見た目は美味しそうですね。食べたけど、味も絶品だったよ。フェンネルも食べてくれ。出来たてで食べるのが一番うまいぞ。ローリエさんたちはどうですか？オーブンで焼き上げてるところだ。え？あの料理をオーブンで焼いてるの？心配いらない、オーブンの温度設定はバッチリだ。そこを心配してるんじゃないんだけど。焼き上がったみたいだな。いい色に焼き上がってるぞ。ドリアですか？いや、オムライスドリアだ。こちらも見た目は美味しそうですね。採点するので持ってきてください。いや、こっちは食べない方が。なぜですか？多分すっご
くまずいから。そうですか。見た目だけなら合格点です。味が多少失敗していても食べられなくはないですよ。多少どころじゃないんじゃないかな自分の作った料理に自信を持ってください。あ、フェンネルさん行っちゃったよ。せっかく作ったのに食べないのは作り手に失礼だ。それに食材がもったいない。そうだぞディル、フェンネルに食べてもらおう。大丈夫かな。きっと大丈夫って。見た目は本当に美味しそうだったし、奇跡的に味も美味しくなってるかも。僕たちも行こう。まず彼女とセイジさん